わーい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 そっから立つないねあ、それか立つないねそれかわーいわーい来ました。来ましたね。いや開封、人の開封動画を撮りに来ました。そっちの方が画角いいし謎に本当だ。やっぱこっちの方がいいですよ。どうもこんにちは。ね、本当にしました。あ、してない。そういえば、ね、そうだ、してましたよね。忘れてた。ということで今日は上村食堂に来ました。なんで他人の家で開封をするのかっていう話なんですけど。家じゃねえし。あ、そっか他人の店で、だから店で開封するとかってマジ本当感じ悪いっすよね。全然、なんかそういう場所になりつつあるってことで、12買いました。イエーイ12買いました。すごいよ。バルさんは買わないんですね。え、楽しそうですよね、みんな。やっぱね、ドリキンさんのあの映像見るとやっぱりいいですよね。いや、いい、面白そう。しかも今日のログやばかったぞ。僕の映像やばい。いや、だからあれですよ、GO3 が買わなくてよかったっ、ね、まあ確かにあの時それは、なんか運命。うん、まあそれはそうっすね。多分、今頃多分ほんとやばかったと思います。まあ、GO3 は GO3 でいいとか全然あると思います。そうです。まあ、使いやすいですし、ちっちゃいのやっぱなんだろう。サブスク入ってんだったらですよ、ね、メルカリが、そりゃ、あの、ロートロンガンで買えますよ。クーモンペリで3本7000円でしょ。あれチートですよ。あれ、結局チートでしたね。だって、本当はクーポン、あ、割引併用できないって書いてあるんだけど。ですよね。使えちゃうし、なんか、シンプルになんか買った僕はバカみたいな感じになっちゃって。いや、でもキャンセルめんどくさかったです。あ、やっぱり、うん、ですよね。そう、ということで、まあ、僕はなんか釣りオフかなんかの日程が決まってイベントが近づいてきたら買おうかな。はい、なるほど。いや、今日普通に冷静になんかこう、またいつものあの僕が買う流れあったじゃないですか。アクションカムイターで。いや、でも冷静に考えて、いや、僕出歩くかみたいなそんな結局 GoPro のいいところってやっぱこうめっちゃ晴れてる外のアクティビティの時に使うのが一番最高なんですよ。確かに確かに。で、直近の僕のイベント考えた時にコンビニ行くぐらいじゃん。 そんなないなと思って。自由時間が夜しかないので、一旦、まあ多分次9月の終わり、もう終わりですけど、まああと10月ぐらいになったらゼンジさんがまた釣りオフィシャルの勝負みたいな話もやってたので、そのタイミングだったになったら、あのボディーマウント含めてちょっと買おうかな。あー、はいはい、ウェブカムも使えるよ。いや、ウェブカムオンラインで使えるよ。オンライン会議で使えるよ。熱停止しそう。それこそ熱停止。バッテリー裸で戦うよ。いや、それに僕あの CR があるんで。そうだね、そうあれすっかり忘れてたけど、CR 来るの遅くねとか思って。来月でしょ。そうですよ。まだ2、3週間ありますよね。そうですね。そうか、下手したら iPhone が届くのが先な説ありますよ。下手したら多分このままいったら、そう、 CR なんでこんなに発売遅いの。僕は本当早く買いたいんだよね。 Galaxy Watch 6はもう家届いてるんだよ。はい、あら、しかも置き配してあるから不安なの。あ、やばいですね、それ早く買いたい。じゃん、てんてれてー、来ました、GoPro。 やばい、すごい。最近僕が散財してないから代わりに散財してくれてて、Vlog も全然更新しなかった。私も全然ちょっと先週はなかなかタイミング取れ、この間ようやくバルさんとほらここで2人で、はい、居座った日があった。はい、ありました。居座った日あの時にやってたやつをやっとこの間アップした。もうストック動画ないからどうしよう。何この紙、うざいっすよ。前回ぐらいからなんかそういうやつになったんですよ。何これ、うざ。なんか前までもうちょっと分かりやすい、そこ、ね、あ、これか、そう、これだ、これだけだったの。おお、だからあれですよ、これに入れるケースを前のやつ持ってなと思ったんですよね。出したら、そう、10のやつ、11のやつ、いつのやつだろう。あ、いつかのやつ、僕見ても分かんないですね。分かんないですね。そう、ここもね、一応あるんですよ。で、あ、本当だ。あの、ドリキンさんからもらったやつ。あ、いいっすね。
もらったっていいですか。じゃんけんで買ってもらいました。ほらこれ嫌なやつ、これ嫌なやつ、はい、これ開けんの嫌なやつ。今朝破くのに田中さんと思い出しながら、そう最後まで行くぞと思ったら失敗した。僕開けましょうか。いやー、開けてください。マジ。どうぞ。すいません。どうぞ。人の開封を勝手にやる。じゃあ行きまーす。はい、あーもうこれ嫌なんですよ、なんか、はい、もう気持ち的に。これ食べるやつです。そうそうそう。ここでこれ食べてお腹壊したら上村食堂のせいになる。違う提供してないから。確かに提供してない、提供してないよ。ここでだから上村食堂で食中毒が起きましたって何も間違ったことを言って。おい怖い怖い。なんだこの卵のパックみたいなね。なんかシンプルになりましたね。なんだこれ、しょぼ。シンプルか、環境に入るよ。あれこれどうすんの。電気が初めて入れたけど、せっかくが分かったから。おう。12の開封、12で開けてやろうか、取ってやろうか。あ、もうそれ12なんですか。これ12です。あ、すごい。いいな。今日はじゃあ GoPro オフ会ですね。そう、GoPro オフ会。僕は10ですよ。あ、やっぱかっこいいですね。こんな感じです。いつものケーブルとか。あれ使いますよ、これ。これは僕は使ってないですね。ね、使わないですよ、ね。スキーと登山用のヘルメットにはつけました。うーん。だから使わないですよね。ヘルメットつけないと、なかなか。ね。あ、なんかこういうの結局ゴミになっちゃうんですよね。無駄ですよね。なんかなんか、こっちの方がすごく環境にいいんじゃないですか。と思う。ね。めっちゃ分かった。でも紙って意外とその CO2 的な換算でいくと多分マシな方っていうか、ほぼプラマイゼロなんです。あ、そうなんですか。なんかあの、まあ、紙というか、例えば木材とかあるじゃないですか、うん、火力発電で木を使ってる発電って、あれ CO2 排出量ゼロなんですよ、形状上。あれなんでかっていうと、その木が育つ過程で CO2 を吸収して育つわけじゃないですか。なのでそれとのプラマイでゼロみたいな、なんかあのインボイス制度みたいなのと同じです。あのインボイス制度ってあれじゃないですか、要はその仕入れした時となんか払った時でそれぞれ消費税が発生するから、そこでこう消費税の足し算引き算をします。それと一緒なんですよ。なるほど。火力発電の木を使うっていうやつは。なのでまあ紙、あのパルプからできてるものとかは、うん、まあ、実質多分そんなにまあみたいな感じなんですよ、結局。なんだかなですね。まあまあまあ、そういうことか。ってことで、ダーン。ダーン。ダーン。テントの一食いです。ダーン。何も変わらない。何も変わらない。でも一応あれですよね、なんか表面がつぶつぶ。そう、表面つぶつぶの感じ。いいですね。すごく。暗い。明るくしよう。明るくなった。多分。お、いいですね。こんな感じです。はい。こんな感じで。ちなみに天がこんな感じですね。ね。まあ全部基本は変わらないですね。そうです。マックスです。マックス。今更のマックスです。すご。GoPro深いですね、これ。本当。だからマックス2欲しいですよ。欲しいですね。うん、なんかドルゲさん曰く開発はするとかっていう。出ましたね。今回12になって新しいのは、まずバッテリーの持ちが良くなったんですよね。ああ、 ね、 ね、一応ベッチマーク的に2倍ですよね。バッテリーの改善とソフトウェアの改善で2倍、あとログ撮影とラットが当てられるようになったということと、はい、あとあれか、あれ HDR 撮影もあって、うん、残りはあのソフトウェア的なアップデートで、だって10日とかにも来てるんですかね、 Bluetooth での音声録音とか、あとタイムスタンプ、タイムコードで同期するっていう。タイムコード同期は絶対いい、うん、複数ラブスにはもともとあったんですけど、うん、なんかでもラブスのやつ使った人によるとだんだんずれてくる。ああ、まあありますよね。マジですか。クロックの問題とかは、うん、タイムコードってなかなか合わせるの難しいんですよ。
なんか全然違うセンサーをちょうど今研究してるところなんですけど、うん、複数台でタイムコードを合わせるのってだんだんずれてくるんですよ。どうしても微妙なね、うん、だってクォーツの時計でもずれてくるんだから結構同じこと。そういうことか。あんま使い物なんないのさ。でもまあどうなんですかね、 GoPro を複数台使う分にはいいと思うんですけど、 QR コードでタイムコードを設定するんで、うん、だからクイックのアプリを経由してるから実質こう無線で接続された状態なんじゃないですか。いや、クイックじゃなくて、クイックじゃないんですか。そう、 QR なんとかっていう別のアプリがあるんですよ、はい、今のところの、はい、それで QR のタイムコード出すと、はい、もうフレームごとに QR コードがある。ああ、じゃあどちらにしろなんかもう外側のこのソフトウェアアプリケーションとかでこうタイムコードの同期を測ってるんですか。あ、まあなんかそれならなんかずれないのも納得な気が。スタートでは合わせられる、だんだんずれてくるの。電源使わないよ。バッテリーないんじゃないですか。あれさっき充電してきたやつ今入れたんですか。あ、なんだ、俺と思って俺も充電してきたやつ持ってきたんですよ。わ、田中さんもしかしたら他のバッテリーないんじゃないかと思って。大丈夫です、2個持ってきました。お、ただ初期不良。え、嘘、マジで使わないよ。このバッテリー使って今持ってました。それみんなでやってどれが誰だか分かんない。僕のあの古いタイプのバッテリーなんで大丈夫です。そんなことってある。あ、光った。あ、なんだ、充電ない。充電がやっぱ嘘は来た。 GoPro だ、充電できてなかったんで。そうか、今使ってたのどれ。こいつです。はい、それで刺した時に反応するか。入った。あ、でも入っちゃいましたね。あ、でも 24% で結構。あ、でも電源は入るはず。電源は入りますね。あ、久しぶりに GoPro つけた。私も久しぶりなんですよ、これつけた。たぶん今年の2月ぐらいに使った以降使ってないかもしれない。そうか、2月なんだ。あ、その2月多分だからもらって、そう、もらってすぐ山口にしばらく行って、その間にちょっと使ってみようかなと思っていろいろ遊んでたんですよ、ホテルで。ヨハンさんが欲しくなってきた。これがだからサブスク入ってると4万円後半とか5万切ってますね、多分。5万切ってます。安いですよね。クーポン使うと3万7000円このクーポンって何なんですか。なんかランダムでポップアップで出るんですけど、はい、15% 引き、はい、で一応そのクーポンには、はい、サブスク割と併用はできませんって書いてあるんですけど、はい、適用できちゃうんですよ。あ、じゃあもう最初の頃にもしかしたらそのバグをうまいことを行けた人たちはそれを聞いて、はい、そっちの方がいいと思う。キャンセルを一生懸命取り合わせしてキャンセルして、はいはいはい、でもクーポン出ないな、クーポン出ないなと思っていろいろやってたら、結局いろんなブラウザ使ったんですけど、はい、エッジで出てきました。そうなの。関係あるかどうかは分かんないけど、なるほど、エッジのシークレットモードで、うん、で単品で3万7000円。3万7000円はちょっと安すぎ。安すぎです。なんか半額っすよね。他の半額。本当だ、半額っすよ。半額。うん、なべ充電がねえ。しょうがないな。あ、いや、あ、テーブルどうぞ。大丈夫です。すぐ出るよ。すぐ出る。私も。パスタお腹が空きました。あ、忘れてた。あ、そうそう。すっきり忘れちゃう。もう、田中さんは、我慢できすぎよ。あ、マジですぎて、さっきアプリ食べに行っちゃう。違う、任せすぎて。ああ、アプリに食べに行ったんですね。そうなんですよ。アプリ行ったことないんだよな。毎回通るの。そう。気になってる。はい。アプリみんなで食べに行きます。アプリを食べに行って、亀村食堂に行く。お茶しに行く。まあ、カフェですから。GoPro のサブスク調べて、サブスクじゃない、クイック。私、あれもらいました。なんだっけ、誰でしたっけ、グルドンの人でいましたよ。
割引してくれるクーポンを持ってる人。なんかそう、クーポン難民がとか言ってましたね。そう、私もらいましたよ。あげましょうか。え、これですか。なんか出てくるんですか。なんでそんな簡単に出てくるの。それえ、なんか毎回出てくるんですか。いや、俺も前は出てきて、毎回出てたんですけど、はい、あの予約開始日からは出てこなくて。へえ。今セッティング中です。本当にクーポンを送るか試してみる。ディスカウントコードが出てきますよ。本当か。雨降ってる。一平さん雨降ってる。なんか今神奈川がやばいみたいです。本当ですか。そう、今回はその12を長く愛そうと思って、これも買いました。カルマ。ボルタ。カルマは、カルマ違うわ。何の話とか。カルマ初代のやつですよ。ああ、そうか。カルマグリップ。カルマグリップ。そう。そうか。昔ありましたよね。ジンバルね、そう、ジンバルだ、ジンバル、そう。これのバッテリーグリップ。ボルタ。ボルタです。じゃん。ボルタです。ボルタを買いました。まだ開けてない。ええ、まだ開けてないですよ。早く開けないと、なんかもう開封するのすらめんどくさくなっちゃいます。いや、それでもう1年くらい経ってですよね。その道具じゃないで、積み散財。あります、あります。私もティルタのグリップ買って、あ、本当だ、ディスカウントコード来た。あ、来ました。はい、メールに来ました。あれじゃないですか、それ1回だけします。1回だけ1万何千円もしたのに。あ、え、ん、あ、そう、確かでサブスク入ると3万7千円ぐらい。あれ、それってサブスクやってるんですよね。はい、あのサブスクログインしないと。サブスクログインして、なんかあの100ドルオフとかのやつもありますよね、カメラ。あ、本当ですか。カメラ100ドルオフ買えますよ、使えますよ。それとなんか適用する。それプラス勝手に、あ、勝手にされるの多分。じゃあそれがこれなの。あ、でもなってるなってます。ほら、ちょっと見えるか分かんないけど、こう、あのめっちゃちっちゃくですけど、37,380円になってる、ね、しょ、はい、チートでしょ。なってます、ね、チートで買えるんです。チートで買えます。あー、すげー。え、ちょっと待って、この値段は話が違うぞ。今ね、GoPro 安く買えるんですよ。え、これやばくないっすか。あ、キットさんだ。え、キットさん、キットさん、わわ、これなんか、あの本来は適用されないはずのプロモーション割引とサブスク割で聞こえてないっちゃだろ。え、安い、安いっす。行きましょう。やば、行きましょうだ、レッツだ。レッツ、レッツゴー、レッツ、レッツ。え、これやば、だいぶ安いっすよね。え、それってみんなが言ってたサブスク割とプロモーション割。あ、そうです、そうです、そうです。いや、だからなんか最初に入ったらポップアップで 15% オフですよっていうのが来て、で、入れたら4万円でプロモーションコードが来たんですよ。え、で、これでマックスレンズは別、マックスレンズはつけてないです。あ、でも本体でもそれは安いっす。マックスレンズいるかな。いらないです、いらないです。使ったことないですね。結局使ったことない。やっぱりスキーでしか使わないです。ああ、じゃあまあそういうスポーツやられた限りは。え、いいのにそんな。なんか、お札入ってないの。お札？お札入ってたことそんな。ちょっとリチャージャブルバッテリーも一個買っとこう。なんかみんなで食べたら美味しいかなと思って。あと、だってリチャージャブル。わあ、すごい。やった。いただきます。持ち込み。わ、すごい、いろいろ。シワキジャーキー、あースティックサラミっていう。これ人の店なんだよ。持ち込む前提で、なんかみんな間違えてんだよ。あの一応上村食堂持ち込み厳禁です。これさっきサンピンちゃん、ローソンで見つけてサンピンちゃんをもう迷わず買うっていう。おお、なんかまだ沖縄から。本当だ、サンピンちゃんだ。まだ沖縄からもう帰ってこれてない。すごい、いろいろ手焼き塩せんべい、
やばい。すごい。さあ、セッティング終わりました。石垣島塩キャラメル。石垣島塩キャラメルと同じサイズですよ。あ、すごい。これ見てください、ほら。見てくださいよ。石垣島塩キャラメルとは同じ大きさ。同じ大きさですよ。ちっちゃく大きくないですか。サイズ。こうした隠れちゃうもん。GoPro 隊すごいんだぜ。開封、もしかしたら石垣島塩キャラメルナッツサブレの開封動画だったかもしれない。すごっ。なるほど、これがジンバルか。なるほど。意味わかんない。意味わかんない。先に言っときますけど、僕ら別にお酒一滴も飲んでないですから。そうそうそう、飲んでない飲んでない。あれってカラーとかってどうやってやるんですか。でもケンさん、だいぶ使いましたよ、GoPro。うん、よかったです。楽しいでしょ。配送予定日は明日も出るし。早っ。明日俺いるか。速攻で帰んなきゃいけない。上村食堂へ配送。ほら開けるよ。だからもう多分ね、佐川のロジスティックやってると思うんですよ、ね。ああ。いきなり佐川の伝票番号送られてくるって。お邪魔します。じゃあ、ルイトさんラフテじゃあ、何にしよっかな。どれくらいのクオリティでいきますか。あ、部門だ、部門。最高クオリティでしょ。カレーで。すごい。いやなんか今日、昨日かせいやさんいらっしゃったんですよね。ちょっと重い。そうで、なんか食べたものがちょっと重い。カレーと生姜焼きちょっと重い。またこれ僕が言ったやつがなんか食べられちゃうパターンのやつだ。重なんかですよね。ちょっと重いっすよね。ちょっと重い。あ、うささん。あ、お疲れ様です。あ、お疲れ様です。すごい作業部屋みたいになってる。しかもカメラ2台まで交換しても。なんかそこは一緒、開けていいですか。はい、そうですよ。一応開けて。お、あ、どうぞどうぞ。あ、もちろん。あ、横は変わんない。あ、ケンタさんに借りてる銃ってここって開けてるんですよね。それは交換してる。交換してるんですよ。そうあの11からそれがなくなった。これが11からですよね。いや、な借りた時に借りた10が、いや、この穴は12からです。12からです。あ、じゃあみんなでもさぞかって、著作権的なのができるのかなと思って、特許的なやつ。どうなんすかね。テレシーから買ったのかな。津田さん60買わないで、こっちにしたのかな。今日結局こっちにしちゃいました。その場にない。ちょっと、あの、いや、でも、買わなくて、買わなくてよ、ちょっと。内心ちょっと。あ、行きました？え、いや、ちょっと今、住所を入力中ですね。お。どの1個、5、6のところですか？すごい、GoPro 祭り。すごいことになってる。GoPro 会。ですもん。な、マジ上村モーターっすね。なんか、6台ぐらいあるんだけど。あれ、上村食堂、前一回僕私つなぎましたよ。うん、Wi-Fi が上村食堂、それ一度つないちゃうと。あ、そっか、自動ワイヤーだから。バッファローにつながった。うん、あ、だまし最初それ電源入れた時に、なるほど、自動アップロードのやつから。なんか勝手にバッファローってあって繋げんじゃねえよ。勝手に繋がった。結構です、繋げてください。今買ってるんですか。え、ちょっと一旦の支払いの画面まで行こうかな。一旦っていう方は存在するのかな。一旦買いました。だいたいどれぐらいの値段帯なのかなっていう。違うの、もう分かったじゃん。4万は安いですよね。12が4万で買えた。3万7000円で、僕はだからこれそれプラスリチャージャブルバッテリー入れて、なんかそのサブスク割とクーポン割があったんです。はい、はい、そのクーポン割まで入れたら、あの本体が 6万円ちょっとだったのが、なぜか3万円になってたんですよ。おかしいっすよね。おかしい。何が起きてるのとか思って、ちょっとだから一旦ね、一旦確認を。
クは。あ、一旦確認。ちょっと一旦カード番号確認。あ、そうだ。おいしい。どうぞ、この方法に。はい。ああ、確かに。あ、蓋開けちゃった、ごめんなさい。あそこ蓋開くんですか。え、開くんですか。え、知らなかった。開けてます。まあまあ、バッテリー買ったんでいい。別に今、バッテリーが破損しよう。あ、買ってない、まだ買ってない、はい、危ない。危ない危ない危ない。それはバッテリーは2個はいりますね。そうね、あった方がいいですね。こう、タイムラプスとかあの辺撮ってすぐ切れるじゃないですか。ってなった時にあれ、バッテリー貸しましたよ。あ、ね、あ、よかった。タイプ C のやつ。あの、今あれですよ、バッテリーとデュアルチャージャーの新品のやつ持ってますね。あ、持ってますよ。新品のやつ、日曜日でリュウさんに渡すんで。ああ、先渡しときましょうか。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。あ、ちょっとマックス来たでしょ。マックスさんが、てか予定してないです。ただ病院との帰りだからです。え、病院の帰りにちょっと寄らせてもらうだけ。寄らなくてもいいんだよ。全然寄る必要ないんだよ。いや、僕大事な用事があるんですよ。おっと。あれ、そっちだ。あれ、じゃじゃーん。あれ、おい、あれ、寝たくないでしょ。あれ、ごめん。ちょっとあの、注文番号が入ってるから見せられないけど、注文しました。今。はい、チーズ。製造。え、どれの方が新しいやつ。いや、なんか安くね。やべ、注文番号乗っちゃう。注文番号のままオンラインに乗っちゃう。いつごろ乗っちゃう。いやー、安い。え、安い。安いと思います。安いと思います。何が起きてんの。今目の前で。あ、まあ、ごめんなさい。今目の前で。だってもう今月カメラ買わないと思ってた。目の前でバルさんが。今月はもう普通に買いました、うん、今月はもうだってカメラ買わないと思ってたのに iPhone ですらスルーしたんだ。あ、今日の買わないんですか。すごいな。中古はまあそんな別にいらないかなって。そうだって。まあてか僕14買っちゃったんで、14 Pro あるから別にまあいいな。もう全然あります。14 Pro はブラマジのあれ使えるんですか、カメラ。あー、みんなあれで盛り上がって、あれで USB-C でそのまま直画。あー、まあでも言って iPhone だからな。結局みんな発売するまではそういうみたいな。いかんな、あの師匠の悪いところ全部引き継いで。Yeah, start to clap. And I start to clap.